ゾン・ゴハン、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。この巻物ですか。17号と10号、母さんがタイムマシンを使いましょう。歴史を、はい、今さら言っても、まさか、この歴史にまで育つ。はい、それなら、分かっているわよね。はい、では孫悟空の意志を殺す。この強さ、あの二人以上。君、俺が食い止めるから、早く逃げるんだ。任務の邪魔をする者に殺す。死ぬのか。一体なぜこの歴史に。とにかくご飯さん、何としても守り抜いてください。俺の手にお願いします。強いな君、ありがたいよ。まだこんなに強い選手が残っていたなんて。そんなはずがない。そんな戦士がいたって、もっと早く気づいていたはずだ。俺たち以外のサイヤ人がここにいること自体おかしいんだ。かなりの潜在能力でヒントに、俺のさらなる進化でいただくぞ、その霧。マジよ、ミラだ。ユーマのあやつの実力ではミラを倒すのが無理じゃぞ。しかも16号と戦って引き続いておるんじゃ。いくら二人がかりとも勝ちではないと。なんなんだこいつは、強すぎる。タイム、すぐ楽にして。ごはんさん、何をしてるの。トランクやめなさい。お前の好きにはさせないぞ。いや、ほう、トランクスか。トランクス、どうしてここに。確かにさっき、いや、もしかして君は。何やってんの、トランクス。あなたも死んだらめっちゃいないぞ。すみません、でも俺にはゴハンさんを見捨てることなんてできない。もうバカなんだから。なぜ倒せない。いくら三人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはずなのに。ゴハンさんは殺させないぞ。
トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴハンさんは、ゴハンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。なら、この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。ランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとにしても本当に飛び、もう一度し助かっ、トランク、しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど頼むわね。おお、来たか。こな、あの時現れ、あやつとはでしょうね。彼もまた、すまん。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。16号か。それにどうも様子がおかしい。この強さ、本当にトランクスの方が確実な上のはず。そもそもこのままで抱えているわけよ。トランクスを守りながら戦うのよ。このお仲間はどこから連れてきたのか。
何にしてんの。邪魔をするなら生かしてもらう。さゆりに生き残るとは一体どの時代か自分に知ってんの。お前たちが存在する限り人類に未来はない。絶対にお前たちはここで倒す。人造人間たちめ、完全に消え去ってしまえ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。ああ、お疲れ様。トランクス、勝手なことをしてすみませんでした。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど。はい、あなたにも謝らなければいい。それから、孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、いいのか。あれくらいなら。でも、わしも